こんにちは。スミキちゃんハンバーガーをプレゼントしました。どうぞプレゼントありがとう。村上アットマークジョージさんはどつ？おどつ。声聞こえる？大丈夫、声聞こえる？おどつです。村雨アットマーク、上手さん聞こえてますよ、チルダ。聞こえてる？はい、よかったよかった。ありがとうね。片付けだ、おつおつ。おつおつ、どんどんいらっしゃい。部屋が汚くなってきた。どんどんさん、このソファーかっこいいね。このソファー2000円で買った。いいでしょ、いい買い物でしょ。どんどんさんマジか。そうそう、リサイクルショップとかフリマとかよく行くんだよ。スミキちゃんさん、筋肉痛大丈夫？筋肉痛ね、それがね、念入りに、念入りにストレッチやったからね。どうぞ、ストレッチやったから、筋肉痛ゼロ。ていうか、ゆっくりゆっくりさ、鍛えてるから、あ、もう筋肉痛がないんだよね。アットマークさんはどうぞ。どうぞ。山根くんさん、風船をプレゼントしました。風船ありがとう。買い物上手なんです。フラットさん、こんにちは。こんにちは。スミキさん、こんにちは。スミキさん、こんにちは。掃除してから配信やろうと思ったけど、もういいや、配信回しちゃおうと思って。配信好きだからさ。悪い。おい、新竜はどつ。犬山ランタン、嵐が来たよ。嵐が来た。犬山嵐さんいらっしゃい。犬山ランタンどもども、どもども、楽しんでて。犬山ランタン嵐のお部屋も片付けしなくちゃ。一緒に片付けようよ。ねえ、綺麗な方がいいよ、部屋は。運気が上がるよ。犬山ランタン嵐
漫画見つけたら読んで片付け進まないタイプ。この漫画相当あるからね。でもね、本棚にね、戻す癖つけたら、大丈夫なんだよ。癖がついてないからダメなんだよね。どんどんさんソファ、動画は。ソファ合成合成。うん、合皮だね。犬山ランさんとなのよね。なかなかね、そう、習慣がつかないんだよね。村雨アットマーク、超絶さん、ホイミスライムに帽子かぶせてるのじわる。いや、帽子だって置く場所がないんだもん。ここしか置く場所ないから。どんどんさん、それじゃお手入れ楽々だね。お手入れもね、楽だけど、割れてきてるね。もう、こことか割れてるでしょ。破けてる。本革と比べたらダメだよね。ちょっとゴミ捨ててくるわ。近くのペットボトル捨ててくる。ミスさん、前テレビで紙袋収納やってました。紙袋収納なんだろう。どんどんさん、あ、本当だ。犬山蘭さん、絆創膏を貼ってあげて、ソファーちゃんに。どんどんさん、紙袋収納。犬山蘭さん、嵐はゴミ袋収納してるよ。犬山蘭さん、機内服ゴミ袋に入れてロフトにボーイしてる。犬山蘭さん、チュッチュッチュ。ミスさん、ケースに紙袋を入れて、ケースの高さに折り曲げて分類するの、目をも笑う笑顔。古代さんはどつ。犬山蘭さん、待ったね、みんなのゼロアスタリスク。またねー。はい、またつー。うちも片付けなきゃな。リビングとクローゼットと、あとダイニングもあって多いな多いな。片付けしないとね。部屋が綺麗なのはいいことだよ。無駄なものが多すぎるんだよね。バノンさん、何このアングル。あ、いや、部屋片付け枠だね。入
配信するとこだから帰ってきたら配信回したくなって。都内さん、うちは引っ越してからできるだけ物を買わないようにしてるから片付けるものそんなにないな。いいね、理想だね。空き缶潰してくるわ。部屋掃除をしながらみんなとコミュニケーション取る。あ、やっぱお香炊くといい匂いだな。和能さん、一軒家なの。一軒家ないよ。アパート、アパート。ワンルーム。どんどんさんものが多いと散らかるよね。そうなんだよね。散らかるよね。捨てることも覚えないですね。お部屋を片付けないと。どんどんさん、自分のソファを超えても散らかる。わかるわかる。この部屋段ボールしかなくて、布団すらなくて段ボールに寝てたんだよ最初。それが物だらけになってる。人間の物欲は恐ろしい。どんどんさん、そうだね。うん。どんどんさん、物欲ね。物欲だよ、物欲。いらないものを貯めとく癖が人間にはあるんだよ。持って捨てられないんだよね。大体1年使わなかったら捨てていいって言われてるよね。普段使うものを手前っていうか生活スペースに置いて、半年に1回とか1年に1回倉庫に入れてって、で1年使わなかったものって使わないから捨てていいって言われてる。断捨離のやり方だ。私、物欲ぶっちぎりだけど性欲は空っきしだわ。あ、そうなんだ。古代さん、そう、だから引っ越しの時にほとんど捨てた。いいね。無駄なものがあると部屋が汚く見えるしね。田中さん、あら、変わったアングル。うん、部屋掃除枠だね。田中さん、いらっしゃい。前これで YouTube ライブで24時間、1ヶ月間垂れ流しちゃったよ。ずーっと映してた。だからオナニーできなかった。24時間監視体制。古代参加電も全特会したからすっきりしたよ。いいなぁ。金持ってるね。でもだんだん理想の自分の部屋っぽくなってきたね。どんどんさん、ねえねえ、かずみちさん、クロクロの話聞かせてよ。クロクロ全然関わってない。珍しい、何食べてるの。昨日の昼ご飯、昨日の職場の昼ご飯、余ったやつバッグの中に入ってた。片揚げポテトは。
ヨンヨンさん昔は広い家住んでた。いや、こんくらいかな。こんくらい。俺、満喫とかのフラットシートぐらいが一番いいよ。生活スペース。ヨンヨンさん、コミュ障炸裂だった。古代産チップスがご飯なのか。うん。昨日の昼ご飯はチップスだね。コミュ障だよ。やっぱ生なしコミュ障多いよ。クロクロ確か手帳持ってんじゃなかったっけ？あれは障害者だもんな。どんどんさんクロクロだよ。わかるわかる。どんどんさんマジか。だ精神病で医者から止められてドクターストップで配信できなくなったんだもん。2年後だったらやっていいよっていう条件で。古代さん配信見るとコミュ障に見えない人多いけどね。金丸さんもコミュ障だよ。酒入ってないと全く喋んない。上手さん、キムバエさんはわかる。キムバエさんそうだよね。ヨンヨンさん、昔の YouTube 見て受けました。新宿の警察署に行くやつ。ああ、マー君の時、うん、結構前だね、うん、顔面ぐちゃぐちゃになってるからね、俺。ヨンヨンさん、最近 YouTube で見るようになったから、クロクロをリアルタイムに見たことないのよね。あ、ないんだ。めちゃめちゃ面白かったよ、クロクロ。クロクロの実家まで行ってるけど、警察呼ばれて追い返された。もう、2年ぐらい経つよ。超面白かったよ、クロクロ。100% アンチしかいない放送なの。囲いが一人もいないの。どんどんさん見たかったな。超面白かった。本当に囲いゼロなの。全員アンチなの。田中さん、コミュ障って感じしない。いつか会えたら君と話してみたい。あ、全然会いましょう。マー君の話知らないな。後で YouTube 見るわ。マー君の話、ここのもう縁切ってるからタブー。やること、マー君の話タブー。もう縁切ってるから、まあ、ここではマー君の話あんましないや。どんどんさん 100% アンチ。昔の方が激しかったな。そうなんだ。じゃあこっそり見るわ W。 うん、俺顔面ぐちゃぐちゃになって1ヶ月間骨折したりとかで放送できなかったことある。今刑務所にいる。どんどんさんとは、ヨンヨンさんそうなんだ。じゃもうしないね。うん、あれはあの配信ネタじゃなくてリアルトラブルだから。村田アットマーク上手さん、その人どんな配信してたの。だタブーだっつってんの。どんどんさん、クラクロが復活しないかな。クロクロ多分復活しないね。うん、素肌にカーディガン羽織ってたからね。多分ワドをクロクロで検索したら昔の動画出てくる。柏木と俺とクロクロで3人でやったやつ。どんどんさん、そうそう、どんどんさん、ナンパしたんでしょ。そうそうそう、あれが初対面だね。柏木とも初対面の時。あの後引っ越すんだよね。柏木は家なくなんだよ。それで1年ぐらいしてまだ家なかったからロハコさん紹介したんだもん。
懐かしいよね。なんかマイクこんだけ離れてるのに拾いんの。あ、そうだったんだ。うん。ちょうど俺も1600人ぐらいのコミが急に伸び始めた時だね。カネマンの家行ったりとか、メモレイとかと会ったり。なんか若手と結構会ったんだよね。ペチャさん、棒読みが角道とか言ってて、くさん。お、コッペいらっしゃい。頑張ってる。コッペもあの好きだよな。どんどんさん、スキンヘッドだったよね。スキンヘッド多かったね。うん。ネタで眉毛も含めて全剃りしたんだよね。コッペチャさん、どうもです。どうも。コッペ、今度普通に俺の家遊び来れば。普通にまったり配信やってた方が多分いいと思うよ、ふわっちょ。コッペチャさん行きたいです。ただロハコさんは連れてこないでくださいね。いや、ロハコさん全然遊び来る友達だもん。そういうこと言うからチャンスがなくなるんだよ。ワン太郎なんか会いたいですって言ってたもんね。会わせてくださいって言ってたもんね。まだコッペは人、コッペちゃんを、コッペはまだ人を選ぶあれだな、ステージに行ってないよ。チャンスをもらう立場だから。貪欲に売名した方がいいよ。コッペチャさん、あ、すいません。ただ部屋綺麗だし、純粋に訪問したいですわ。いや、今日汚い。マックスに汚いね。もう旅の準備始めないといけないと思ってて。うん。旅するから部屋、物整理していかないと。マジで、もう何ヶ月か後には旅だよ、俺は。でも誰かここに住むか、どうしようかな。この家引き払うか、残しておくか迷ってんだよな。どうしようかな。その辺もリスナーと相談しよう。旅行くときどうしよう。どんどんさん、クロクロ、世界最強ゲーム配信者で、世界ランクナンバーワンだとか言ってたね。狂ってるなぁと思ったわ。古代さん、のんさんに来てもらえば。コッペチャさんてか、ネタ抜きだとロハコさんはホモプレイとか求めてこないんだったら普通に話してみたいです。いや、ホモプレイは求めてくるね、タイプだったら。どんどんさん、どこに行くの？日本全国旅すんの。のんたんに、のんたんが住む家賃、だって家賃払うのかな？6万もったいねえよな。どんどんさん、九州来る。もちろん、もちろん行きますよ。古代さん、あ、そうか、のんさんも別に借りてる。のんたん、あの、家持ってる。うん。和製三番茶。おい。どんどんさん、ばあい。コッペチャさん、ロハコさんはどんな人がタイプなのですか？ロハコさん若くて、コッペは多分タイプじゃないっていうか、お前ブサイクだからな。まあ、整ってる顔が好きだね、ロハコさんは。ミナジ来てくれたんだ。ミナジって呼ぶのかな？和製さん来てくれたんだ。ありがとう。イケイケのお姉ちゃんだったね。ワンタロウみたいなね。 W ワンタロウ何点つったっけ？60、80点つったか。うん、毛深くないのがタイプだっつったね。古代さん80点、80点つった。和製さん、肉機能うざい。ワットエ和製ミナージュで M、 アスタリスク M、 ミナージュって読むんだ。和製ミナージュ、ミナージュでいいか。どんどんさん、キムバエさんがコミュ障って知らなかったわ。結構有名だよ、キムバエさんコミュ障の。結構有名。リップ機能ってなんかあんの？
家庭産毛深いの無理。俺超毛深いよ、うん、俺超毛深い、ハゲなのに毛深い。コッペダさん、三代目ヒカルさんとかも結構好きそうですよね、ロマコさん。だからね、ロンロンさん、スバニャンも、うん、スバニャンも、スバニャンは別に普通。古代変身機能が追加された、配信者は使えないらしい。試しにやってみてよ。誰かコッペにあって書いて。誰かコッペにあって書いてみて。ちょっと見てみたいわ。このコッペツァっていうの、コッペにあって書いてみて。一回でいいよ。ガテンさん、足もじゃもじゃ出してないか大丈夫。古代さん、俺足もじゃもじゃだよ。もじゃもじゃだよ、俺。超気深いよ。あ、こういう感じなんだ。いいじゃん、便利じゃん。これ、便利じゃん。いいじゃん。リスナー同士で会話するのいいと思う。俺、ありだと思うよ、この機能。古代さん、キャスみたいなもんだね。ツイッターに録画残るのはうざいと思ってたけどな、キャスの。別にこれ全然ありだと思うよ。ロンロンさん、すごい。すごいね。和生さん、太ってないよ。おい、超デブだって、ほら。さくらさん、かずみちさん、こんばんは。俺、気痩せすんだって、ほら。超デブだし、正気深いだろ。すごいだろ、ハラ。超デブなんだって。気痩せすんだよ。あと、顔があんま太んない。和生さん、あら、かわいい。でしょ、デブでしょ。古代さん、そのお腹にはびっくりした。うん。でも、10キロ太ったり痩せたり、すぐ繰り返すけどね。今、もう一番太ってる人生で。こんばんは、さくらさん。だスクワットしてるから足はムキムキなんだよね。太ももも足もバッキバキで、今。足は太ってない。コッペタさん、腹筋だけしてたらベストな体になると思いますが。そうだね、ウエストさえしてる。腕とかは細いのに。腕細いし長いんだよ、俺。普通身長と全く同じになるの、指先から指先って。ガテさん、ビールから。いや、俺酒飲まない。炭水化物、すっごい腕長いでしょ。だマシバみたいにフリッカージャブとかすごいリーチ長いんだよ、俺。だから昔から、すっごい長いでしょ。185あんの、俺。古代さんよりも割と綺麗じゃなかった。そう、手長いんだよ。そう、すごい長いんだよ。ドクちゃんさん、ワーコース。はい、ワーコース。和生さん、身長高いわら。じゃあ身長は170だよ。身長170だから、こっからここまで185あるの。腕が異常に長いの。身長と比例するって言われてるの。全く一緒になるのが普通なんだけど、腕が15センチ長いの。腕長族なんですよ、腕長族。ボクサーやってたらリーチ長かったね。アウトボクサータイプだったもんね。和生さん、身長はしっかりした濡れたいやろ。あ、身長俺より高いんだ。うん。親父は濡れたいの選手だったよ。うん。親父は本当にプロボクサーだったよ。キックボクサーでした。プロファイターでした。この機会に、スッキリされたらいかがでしょうか。画程 373cm。これより高いね。さくらさん、今日はカメラが随分上に来てありますね。そうそう、あの、掃除枠だから。親父とは会ったりしないんですか。親父とは会ってるけど、ほぼ年に1回ぐらいかな。お邪魔させていただいております。画程さん、回収者。回収者。ミールコータさん、こんばんは。こんばんは。じゃあ、部屋片付け。いかがでしょうか。どうも。机を持ってってもらえばよかった。どうしよっかな。机。ロンロンさん、実家どこなの。実家成田。古代さん、回収業者は実は警察って都市伝説。ああ、警察はね、物干し竿だね。
それ実際にやる手なんだよ。それ本当だよ。古代さん、あ、そうそう、この星が親だった。そう、回収業者は普通に回収業者だけど、モノフェスはね。どんどんさんへ、どうして警察が？あの、取り調べ。古代さん、一刻前のところはよく来てた。張り込みね。なんだ、張り込みされたよ、これ。マーチンさん、マスクして掃除して。古代さん、偉いの自分で掃除して。スミキちゃんさん、スミキさん教えていってなんですか。サポーターとはまた違うの。囲いっていうのは、サポーターじゃなくて、囲い込み。古代さん、WWW キントで有名だから W。要は、アンチの反対語だね。囲いは。アンチの反対語だね。マーチンさん、マスクつけて掃除しな。いや、マスクつけない。マスク持ってない。マスク嫌いなの。そんな埃っぽくない。カツラってどうやって保管するんだろう。カツラの保管方法が分かんないんだけど。カツラって普段どうやって、ホイミンにかぶせるか。お前カツラつけるか、ホイミン。どんどんさん頭、古代さん頭のマネキンみたいなやつにかぶせておくとか。マネキンって売ってんの。ペチャさん、ダンボールに入れたらいいんじゃないですかね。ホイミンイケメンにすっか。いいんじゃない。ちょっと頭でかいなこいつ。あ、頭でかいわ。頭でかすぎて入らないわ。マネキン買うか。あとは前帽子だな。どうしようこれ。なんかこういう余計なゴミを買いすぎなんだよ。ロンドンさんウィッグのスタンドみたいのがありますよ。ウィッグスタンドあんだ。また来たな。回収業者。え？本当に俺張り込まれてんじゃねえか。ウィッグスタンドがある。
音楽これ、あの、はじめしゃちょーも同じの使ってるらしいよ。嵐だったっていう人わかんないな、誰か。誰だろう。嵐だったっていう人も同じの使ってんだ。どんどんさんなんて曲なの。これはね、なんでしょうっていう曲だね。なんでしょうっていう曲。フリー音楽ですね。肖像権、著作権を無料で開放してるサイトがあって、あの、商売にも使っていいよって言います。営利目的でも使っても構わないってやつね。で、100曲ぐらい聴いてみて選んで、これが一番良かったのよね。他の音楽も用意してあるよ。4曲ぐらいピックアップしてるかな。坂のうんちがところどころあるな。ピじゃないよ。ピじゃないよ、坂。じゃあ遊んであげるって言うんじゃないの。呼んでないの、坂。ピじゃないよ。B じゃないの。本当に。和道グッズ欲しいっていう人がいるんだけど、なんか販売したくないのよ、本当は。だけど、あの、ぶっちゃけ話、外で配っても採算合わないからさ、やっぱ売った方がいいのか迷ってんだよね。買いたい、欲しいのかな、みんな。どうなんだろう。結構問い合わせ来てんだけど、売ってる方が買いやすいって。売ってる方が買いやすいらしいんだけど。なんかグッズ作るか、じゃあ。めんどくせえけど。よし、綺麗になったかな。の商人だわ。おエホバだったか。
エホバの証人か。休みか。はい、ワード2。ペニーさんはどつ？いいワード2。仙台さん、風船10個をプレゼントしました。ありがとうございます。仙台さん、風船10個をプレゼントしました。あざーす。まあまあ片付いたかな。まあまあ、うん、綺麗になった。そんな汚くなかったね。郵便窓口9時まで。郵便局行こうかな。リスナーさんの郵送やんないと。ペニーさん、風船10個をプレゼントしました。ちょっと配信やるか。ペニーさん、風船10個をプレゼントしました。ありがとう。新宿郵便局行くか。みかん、アットマーク、たずみち、おしさん、うちは、引っ越し準備で大河原。え、なに、引っ越すの？え、ちょっと待って、くみかん、じゃあ、住所変わる？郵送したらまずい？今から郵送しようと思ってたんだけど。まずい？どう？今の住所に送っていいの？忘れてた。引っ越すのか。ジッポとネックレス、今。ペニーさん、風船をプレゼントしました。ふみたん、アットマーク、かずみちおしさん、28日に引っ越すからギリ大丈夫。あ、じゃあ、送っちゃうね、今日。
間に合うよね。北海道ってどれくらい届くんだろう。大丈夫かな。ギリ大丈夫。じゃあ行こうか。オカ配信行こうか。どんどんさん、かずきさん、どうした。和道グッズ郵送しよう。和製さん、ただも、ただも、え、ただも、和製さん、眠い、眠い、寝なさいよ。え、何、キャバクラ行くんじゃなかった。介入じゃなかったか。ふみさん、アットマーク、たずみちの資産票を出せば金曜あたりには届くと思う。あ、そう、じゃあ出しちゃおうか。金曜に届くならいいかな。和製さん、これから面接なのに寝たら忘れになってしまう、わらわら。頑張れ頑張れ。どんどんさん、 URL これに使われてる曲知りません。これに使う、あ、ごめん、今配信中だから音聞こえない。俺聞く機材をつけてないからわかんないわ。誰、ふみたん、アットマーク、たずみちを。あ、そう、やばい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 、ごめん、今確かめらんないわ、ごめん、どんどん。どんどんさん、あ、そっか、ごめんごめん。音配信行きますか。どんどんさん、ごめんなさい。いいよいいよ、うん、じゃあ和道グッズを届けに行くか。和道グッズです。和道グッズ皆様に郵送しますよ。和道グッズ。ふみたんはこれか。ふみたんこれね。ジッポ。和ゴムかなんかで止めた方がいいのかな、これ。いっか。テリーさん、それ欲しい。いや、だからその話は後でするわ。販売にした方がいいのか、ただにした方がいいのか。どういう形で、ふみたん、アットマーク、かずみちを主体にあった、アスタリスク、アスタリスク、待ちに待ったものがわら。待ちに待ってたもんね。ほんとごめん。遅れに遅れたかも。どんどんさん、服を買ったら、かずみちグッズ買う。グッズ、ねえ、作ろうかな、どうしようか。今、ネックレスも全部はけちゃったんだよね。一個余ってるけど、ロハコさんがどうしても欲しいって言うから。もう完売ですよ。ふみたん、アットマーク、かずみちおしさん、大丈夫だよ、アスタリスクと。アットマーク、カズミチヨシさん、ロハコさんにもあげなきゃね、アスタリスク、アスタリスク。どんどんさん、福岡にも絶対来てね。絶対行くよ、うん、絶対行く、絶対行く。日本全国、全都道府県もあるから行く行く。ふみたん、アットマーク、かずみちおしさんバーガーをプレゼントしました。バーガープレゼントありがとう。なんか何やってんの、連絡、あ、来た来た。あ、のんたんが今から来るって。のんたんと一緒に外配信しようじゃ。
本当は今から来るって言ってるから。もう何時くらいになるかだよな。こんなって準備に時間かかるからな。マリアさん、かずみちさん、お疲れ様です。お疲れ。小台さん、いいね。うん、ノンタンと一緒に。マリタンさんはどっす。うなぎたん、昨日盛り上げてくれてありがとう。アットマーク、かずみちおしさんがうるさいね。まあね、外、しょうがないよ。外、なんか会社なんだよね、隣が。窓開いてるからね。なんか、機材の搬入とか、結構。こんな感じでした。なぎたんさん、こちらこそありがとう。いや、なぎたん、あんなたくさんありがとうね。おかげでデイリーランキング6位だよ。なぎたん、ありがとう。マジ感動だわ。ありがとう、みんな。カメラ移動すっかしら。うわぁ危ねぇ。古代サンデーに取りに行く日は事前に告知して中心させよう W。でもね、デイリーにね、パチンコ行くからその時に投げる。オッケー。太ももそれがね、筋肉痛じゃないんだよね。筋肉痛がないんだよ。どんどんさんどこ行くの？いや、新宿の駅前行って、リスナーさんにプレゼントを送る。前々からずっと約束してて、こうやって、リスナーさんにもう封筒、この中にネックレス入ってんだけど、手紙とネックレスも入れて。人数分これ今回もう7人ぐらいには渡してあるんだけど、まあ全部でこれくらい、前々から欲しいって言ってた人。うん、あ、スクワットっていうかもうずっとやってるからね、スクワットは。花火以上のアイテムもらったらスクワットやるっていう。気をつける気をつける、ありがとう。あ、のんたん洗い物やってくれたんだ。食器が綺麗になってるんだ。この音楽ね、はじめ社長が使ってるらしいね。これね、これが和道グッズ。ワン太郎にもあげたんだけど、まあ、毎月毎月期間アイテム出るよ。これ、和道のネックレスですね、これ。かっこいいでしょ？これは6500円で販売しようかと思ってたんだけど、うん。一応タダで今回配ったね。古い、ずっとお世話になってる人にはタダであげるっつって。ネックレスとピンバッジどっちがいいかね。ネックレス高いんだな、原価がかかるから。かっこいいでしょ？これ、庶民がいい、いいっていうよ。思ってたより全然いいっていう。女の子つけても可愛いし。かっこいいでしょ？だからね、たくみさんがつけた時にね、首が太すぎて、たくみさんがデブすぎて、つけらんなかったんだよ。多分、ロハコさんも多分無理なんだよ。いい感じでしょ？ちょっとショーカーっぽい感じで。こういう感じか、T シャツとかだと。胸元に。そんなでかくないし。そんなでかくない。俺は結構短めのネックレスが好きなのね。かわいいでしょ？デザインもいいでしょ？デザインもなんか配信者の顔とか入ってなくて、ちょっと俺が好きな感じのデザインで、こういう感じ。これ俺のサムネイルにも入ってる。俺のマークなんだけど、和道のマークが入ってて。かわいいと思うんだよな。クオリティ高いでしょ？ネックレス。裏は金ね。色もデザインも使いやすい。普段使いにもワンポイントでいいと思うよ。どうやって作ったの？自分でデザインして発注して工場に。短めだからいいでしょ？いいでしょ？別にね、女の人の方が、こんな感じ？そう。鎖足してたね。こんな感じ。T シャツ。V ネックだからあれだけど、T シャツ普通の U ネックでも。女の人でも悪くないと思うよ。
悪くないでしょ、いいでしょ、うん、だからこれはその売り物じゃなくて俺はお守りだから、お守りとしてみんなに配ってるの、みんなが幸せになるようにちゃんと祈ってるから、祈って作ってるから、ちゃんとお香を焚いてこうやって一つ一つ祈りを込めて封入してるから、うん、縁起いいですよ、お守りですね、これはお守り、願掛けですねまあネックレスの部分だけ紐だけ変えたらいいと思うよ、うん、この トップだから、これはで もうその旅に出るときにみんなにね、リアトしたときなんかグッズないですかって言われるだろうから、なんか作った方がいいんじゃないかなと思って。いや釈迦はずっと泣いてるよ、釈迦ほら、うん、今日地震あったみたいだね、全然気づかなかったけど、ピンバッジにしようかネックレスにしようか迷ってるかな。みんなだったらどっちがいい？ピンバッジとネックレス。リア凸した時どっち買いたいとかある？旅のリア凸の時に売って多少なりとも稼げるようにしておいた方がいい。そうだよね。ただまあステッカーとかは売る気ないけど、みんなが普段身につけられるアイテムがいいと思ってるから。絶対地震の予言嘘ですよ、ね、うん、初見さんいらっしゃい、パーチン楽しかったらフォローしてね。ピンバッジがいい、ネックレス、どっちかにしたいんだよな。両方とも作って荷物ごちゃごちゃして持って行きたくないな。ピンバッジの方が、これネックレスはこの紐も買わないといけないし、ピンバッジの方が楽っちゃ楽なんだけどね。ネックレスだと原価高くなっちゃうから、どうしようかな。ネックレスに統一しようかな、ちょっと考えないとな。まあ旅にね、旅に和道グッズなんか用意してもいいかもしんないね。はい、こんばんは、キットさん、楽しんでいってください。はい、新しいフォロワーさん、アーチンさんフォローありがとう、アーチンありがとう、チビタフォローありがとう。リアトス限定ピンバッジにすればプレミア感あるアップ。そうだね、まあ毎回デザイン変えようとは思ってるから、もうこれはもう手に入らないデザインだけど、まあ、グッズは限定品で出していこうと思ってるね。バッジ、ピンバッジ、ピンバッジかな、金髪がいいかな。荷物は最小限にしたいから、ピンバッジ何個くらい作ろうかな、どれくらい売れるか分かんないかな。何個くらい作ればいいんだろう。何個用意しようか。ちょっと待って、ロット計算するわ。50個なんてすぐ履けるよ。野八木さん、俺和道だよ。俺和道だよ。50個なんかすぐ履けるよ。そんなそんな足りないよ。俺500で考えてたんだもん。ビア猫いらっしゃい。ウィスウィス。新しいフォロワーさん紹介します。クータンフォローありがとう。クーさんか。クーさんフォローありがとう。どうしよっかな。50か。いや、50じゃ少ないね。50はむしろ絶対履けるレベルだから。おい、犬ギターいってらっしゃい。どうしようかな。
100じゃ少ないかな。100じゃ少ないか。100個作って、100じゃ少ねえよな。後ろのドラクエあげないよ。後ろのドラクエあげないよ。100かける。200? うん。キャップもあげない。これ、両方とも全部 UFO キャッチャーの景品、これ。150個かな。下の雑誌は、なんで物をもらおうとすんだよ。250。ピンバッジは3500円かな。ピンバッジは3500円ぐらいになっちゃうと思う。ゲチだよ。3500円でまあ手頃じゃん。2種類作るじゃあ。2種類。2種類作ろうかな。どうだろう。UFO キャッチャーで撮ろうとしても永遠に無理やった。俺得意なんだよ。これ200円で撮ったよ。で、これはね、結構かかったけど、これはキャップは2つで、この帽子2つで3000円かな ?1 個1500円。2種類作るか。俺、UFO キャッチャーめっちゃ得意だから。プロってるから。昔から得意なの。けさ取りとか、つっかけとか、専門用語わかるもん。だから UFO キャッチャーの台で、これ設定なんとか全部わかるもん。さすがに内部設定まで読めないけど、昔は裏コマンドとか分かったかもね。お菓子4つ取るのに3000円使った。下手だな。今度教えてあげるよ。UFO キャッチャーのやり方。プロってるから。設定の見方も教えてあげるよ。どの台が取りやすいかとか、どうやって取るのかっていう。アームのこう開くときに、この開きを使ってこう寄せるとかあるんだよ。あと斜めに配置してこうガーってこう寄せていくやり方とか。あとはこう降りるときの、アームが開いて降りるじゃん。そのときに端っこに合わせてずらすとか。あとバウンドって技もあるね。バウンドっていう技もある。金林さんどうも。いらっしゃい。金林さんいらっしゃい。いろんな技がある。大きい方が楽なんだよ。大きい方が楽。だからこういうのは取りやすい部類なの。だから今の UFO キャッチャー、普通の UFO キャッチャーだけじゃなくていろいろあるからね。あとね、一番簡単なのは、こうやって、アームがこういう状態になってるとき、爪がくっついてるか寄ってる、こういう風に寄ってれば寄ってるほど、設定が強いの。ここの隙間がこれくらい空いてるやつは、取りづらくなってる。この、アームの設定があるから。全く無理。大きいの。だから、なるべく台選ぶときは、ここがくっついてるやつは、もう、要は、この商品履けたいっていう商品だ。おお、あ、エリさん、いつも支援してくれてるエリさん、昨日ごめんね。なんか、俺、エリさんの花火だって知らなくて、なんか、リスナーさんがもうスクワットをずっと続いて150回くらい行ったんだよ。それで、エリさんが花火やったの知らなくて、怒鳴っちゃって、それでいなくなったから心配したんだよね。いつも花火くれてるエリさんかな、これ。そう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 。それでみんな謝っといてってエリさんどっかで見つけたらって言ってたんだけど、合ってるよね。いつものエリさんだよね。ごめんね、なんか昨日。エリさんだって、俺目悪いから見えなかったんだよ。ありがとう。あと5万ですよ。無音だったから怒鳴られてんの分かんなかった。あ、そうだったんだ。よかったよかった。めっちゃ謝って。そう。それツイッターに反省文を投稿したんだよ。よくねえなと思って。リア猫は伸びるよね。リナ猫はマジで伸びると思う。配信歴どれくらいなんだろう。俺、この子はね、見つけた時にね、キャリア長いのかどうかわかんないけど、配信者として多分大手なるよ。リナ猫は。うん。和道2に花火したんだよね。2夜見た。2ヶ月なの。
ニナネコね、断言しておくよ。お前配信続けたら食ってけるよ。マジで。大手なれるよ。俺保証するわ。あのね、ちなみに言うと、俺が伸びるって言った配信者に伸びなかったやつ一人もいないから。で、ダメになるって言ったらもうダメになる。もうビタビタに当たるから、俺。有名だから。こいつ伸びるよって過疎で言ったやつ全員伸びてるから。あのね、マジで伸びる。うん。才能あるよ。あ、キャバ嬢なのか。いや、配信はね、ほんとね、あの、ぶっぱねると100万とか取れるんだよ、女の子だと。ほんとだよ。女の子100万とか取れるよ。みんな取ってるよ、裏っ引きで。だから配信はあんま甘く見ない方がいいよ。女の子は裏でも小遣いもらいまくってるから。伸びたら伸びた分だけ、あの、囲われるから。配信ほんとどっぷり使った方がいいよ。面白いこの子。面白いっていうかね、天性のトークスキルがあるし、ぶっちゃけた話ね、オタク受けするようなフェイスじゃないんだけど、女の客も掴んでるからこの子は伸びると思った。あ、ね、面白いか面白くないかじゃないんだよ。結局好かれキャラなんだよ。うん。この子は伸びる。保証する。あとはコラボとか配信どっぷりやるんだったら、いろんな人に絡んだ方がいいね。2ヶ月でこれはすごいわ。才能あるわ。うん、俺もう3年半やってるけど、抜群ですよ。抜群。ふわっちにいる、ふわっちにいて、あの、珍しい。キャスで、キャスは今やんない方がいいと思うけどね。ニコ生も、もうダメだけど、ニコ生でも伸びたと思うけど。うん。あの、太鼓判押すよ。うん。どっぷり本気でやるんだったら伸びる。マジで。いや、この子喋れるよ。フォローした方がいいよ。ほんとフォローして。もう太鼓判押すから。この子、レベル違う。持ってるもの違う。この子喋り途切れないから。もう天性のおしゃべりなのよ。すごいよ。うん、女なのにね、トーク、こんだけできるのは珍しい。この子将来絶対伸びる。うん。あ、みんな言ってるよ。リナネコってやつやばいよって。噂で回ってきてるよ。マジマジ。リナネコ面白いよね。喋れるよね、この子。キャバクラやってたからか。うん。うん、リナネコいいよ、ほんとに。マジでね、この子は追っかけようと思ってるから。若手の中で。でね、生主っぽくないから、生主の喋り方じゃないんだよ、まだ。うん。この子いいよ、ほんと。女でこんな褒めないもんね、俺。雑談、女の子の雑談でピカイチでしょ。もう、マジで。絶賛しないから、俺。基本的に人は叩くから。ただ、あれだよね。あの、壁にぶつかった時っていうかどうなるかだよな。うん。稲猫ってやつは配信センスないんで1ヶ月で終わるって言ってました。いや、それはね、言われる。言わせとけばいいんだよ。ド M 顔だもんね。ド M 顔だもんね。俺もわかる、それは、うん。あ、こいつ M だわっていう。なかなかいないんだよ。この子の雑談聞けるよとか、あの、芯持って言えるのが。そういうもんだよ。ほっといていいよ。もう自分らしくやってるのが一番いいよ。ああだこうだ言うから。ああだこうだ言うのはほっといて。あの、なんつうの、うん、自分の才能を信じてやった方がいいよ。うん、顔はね、正直まあ10点満点中ほんと 6.5 ぐらいの顔なんだけど、顔は正直 6.5 だね。うん、まあ65点の顔だよ、正直。うん、顔は65点。化粧してね。化粧したら68点ぐらいかな。燃える要素だ。化粧したの見て。お前化粧してんじゃん。顔は68点だよ。残念だけど。喋りはもうほんと120点上げるよ。まあ、6.5 はまあまあ、まあまあですよ。ほんと。あ、ギリギリオナニーのおかずにできないぐらいだよね。とりあえず彼女いなかったら大得か、みたいな。とりあえず、だから手頃な女だよね。うん。
手頃な女だよ。顔で言ったら。勃起はするけど、まあ別に付き合いたくない。ひどい。それくらいの方が反感買わなくていいと思う。そういう方が燃えます。声がおっさんなんで。いや、声いいよ、お前。てかね、ほんとね、飲みに行きたいタイプ。ほんとに。リハ猫ちょっとお前一件付き合えよって言いたくなるタイプなんだよ。うん、萌えの要素は一切ないよ。キャバクラよりさ、なんか、サパーにいてほしいタイプだよね。うん、まあ顔で言ったら、まあ、いや、まあやれるけど、うん、まあやれるけど、まあ別にって感じだよね。リナ猫面白いわ。多分コラボして、大手とコラボするようになったらぶっぱねるだろうね。ヒゲ剃ってもらったり、もらったらリナもやれますよ。あ、俺？俺はいいんだよ、おっさんだから。俺も彼女いるし、もう。枯れたおっさんだから。俺はターゲットにしてるの若い女じゃないから。金持ってるマダム相手にやってるから。俺客層全然若い女相手にしてないもん。俺は金持った男子妻と金持ったマダムに囲われてるから。うちの客層質いいぞ。金持ってるぞ、言っとくけど。ガキ相手にしてないから。その辺の小金持ち相手にしてないよ。本物の金持ちしか、本物の金持ちと本物の貧乏人だけかき集めてるから。中間層いないから。ねえ、うちのリスナー面白いよね。あとおっさんに好かれてるよね。もう客層選んでトークやってるから。あ、俺の理想はやっぱうなちゃんマンみたいに、客層固定化したいっていうのがあるから、どうしても。マダムモドキはダメ。ダメ。だから、和道リスナーで、俺にがっつりハマるタイプは、ドメンヘラとか、コブツキとか、バツさんとか。そういうなんかね、一癖二癖、もう人生経験豊富なリスナーが多いから、うちは。あ、飲んだら来たかな？飲んだら来たかも。うん、来た来た。飲んだん。いらっしゃい。飲んだん外一緒に行こう。うん。いや、一回入りな。郵便、ほら、和道グッズ全然郵送してなかったからさ、さすがにやんねえと思って。桜子いらっしゃい。あ、ドメンヘラなの。え、ロクちゃんって女なんか男なんか未だによくわかんないんだけど、女なんだっけ？いらっしゃい。あ、ありがとうね、食器。今日、片付けやってたら感動したよ。食器洗っててくれてて。偉いよ。いい奥さんになる。飲んだら食べて。オッケー、ありがとう。おいで。今日ちょっと嬉しすぎた。録画しときたいぐらいです。録画、俺の放送は全部 YouTube に上がるから好きに使っていいんだよ。クリエイティブ、うん、おいで。もう、え？いいよ、映って。いいんだよ。配信者の彼女とか、そんなカメラ一時気にしてたらやってらんない。映ってるじゃん。だいたい自分で放送やってんだから。いいんだよ。普通に映りなよ、たまには。ねえ、のんたん見たいってのんたんファンもいるんだからさ。はい、ハッチワード2。今日郵送するよ。ごめん、遅れて。うん。もう、リナ猫って知ってる？関西の喋りうまい女の子。ほぼ面白いんだよ。うん。あ、いいよ。クリエイティブコモンズって言って、俺の YouTube は二次利用 OK にしてあるから、録画して使っていいんだよ。YouTube のから引っ張ってて、YouTube だからチャンネル登録しときなよ。そしたら俺の今日の動画すぐ上がるから、明日には。四国だ。もっとくっついてやってみて、ちょうだい。なんだよ。なんだよ、そんなかっこいい。なんかね、なんだよ。おいで。
まあね、化粧してないからすっぴんだから嫌だすっぴんだから嫌だってキャスとかわかんないんですけど、登録キャスしかわかんない。いや YouTube チャンネル登録ってあるから、 Google のメールアドレスとか持ってるだろ。だから YouTube 俺の下に行ってチャンネル登録って押せばいいだけだ。宅急便来てたんだ。なんだ来たよ。もっとすっぴんも可愛い。すっぴんも可愛いっていうか、ずっとすっぴんだもんね、俺といる。化粧してないもん。化粧したら可愛いけど。これ美味しいね。これ美味しい。やってみ、やってみ。チャンネル登録しといて。YouTube の生き方わかるでしょ、俺のチャンネル。出るでしょ。下の URL クリックすればいいんだよ。そう、新宿中央郵便局っていうのを9時までやってるから、今から行くそこ、なんだ顔に傷があるんだよ。猫に引っかかれてがっつり行ってるから、やっと持ってきたもんね。ずっと絆創膏貼ってたもんね。よくなったね。あ、バーガープレゼントありがとう。ボンタン今いくら稼いでるか見る。やばいよね。てかマジで生ポ抜けなきゃと思って焦ってんだよね。もうこれもう行くでしょ、これ行きそうじゃない。これマジで15万いくぞ。おう、残りだって22、23、24、25、26、27、28、29、30だから今日で9日間あるわけよ。9日間であと5万だよ。行くでしょこれ。これ行くっしょ。てかだから怖いんだよ俺正直。生活保護抜けるのが。まさか自分が本当に配信で生活保護抜けると思ってなかったから、若干生活が変わるわけじゃん。家賃払えるかなとかさ、本当に旅出て死なないかなとかさ、こんな雪国、ね、真冬に。いや、もう、だから部屋も片さなきゃとか、引っ越しの準備しなきゃとか、あ、そうそうそう、ここの家どうしようと思って、引き払った方がいいかな。6万さ、だって帰ってこないわけじゃん。あ、花火ありがとう。どう思うの？だから、そうそうそう、とりあえず荷物はのんたんところ預けて、あ、痛いわ。いや、ストレッチ機能入念にやったから筋肉痛はないんだけど、ストレッチする、スクワットするとめっちゃ痛いわ。痛い。ありがとう。え、タバコがない。え、どこやった、どこやった。ちょっと待って、捨てるタバコがない。な、危ない危ない、あぶねえ、あぶねえ、やばやば。デイリーランキング6位だよ。ティロバエワド、ティロバエワド、ティロバエワドだよ。すごくない？あとはなんかソインリ系のいつものなんかあるじゃん、 お前らやみたいなやつらいるじゃん。そう、萌え声ソイネ系男子、なんかアニメの。あれはまあ別だから。ジャンルが違うから。すごいよね。ティロ、ワド。あ、違う。ティロ、バエ、ワド。だってバエさんのポイントさ、どれくらいだったかな ?2000 ポイント、どれくらいだった、見てみようか。僅差だよ。まあ、ティロがちょっと言ってたけど、ティロがやっぱ4万8000でしょ。金梅さん3万1500だから、400ポイント差だよ。400円多くね、ポイント入ってたら、ティロ、ワド、バエだったんだよ。ティロ、ワド、バエだよ。俺すごいでしょ。おい、チャンネル登録ありがとう。多分明日今日の放送上がってるから、使っていいよ。全然。おい、風船塾ありがとう。素晴らしいよ。最近つけてる、これ。つけてない。そっか。つけろよ。なくなったら困るじゃん。大切にしてくれてんのね。ありがとう。
ロハコさんにもう一個渡して販売だわ。ちょうど切れた。新しいやつ作んないと思って。で、なんかやっぱみんなそのタダで配るのはいいんだけど、ぶっちゃけ金かかるぞ。ロット150ぐらい作ろうと思ってるから、もう数万いくの。下手したら10万ぐらい。10万いかないかな？ただそれ配るわけにいかないじゃん。だから、どういう、売った方がいいのかどうなのかっていうのを話し合おうと思ってて。うん。ピンバッジ。だからほら、旅しながら荷物になるから。うん、あ、ありがとう、リナ猫。ありがとう。うん。あれ、あ、えい、ごめんね。ごめんね、踏んじゃった。あ、ピキった。一回。二回。三回。四回。五回。あ、もちろんですよ。吉村さんいらっしゃい。全部の動画が、スタッフの、たくみさんっていうマネージャーさんが僕にはいるんですけど、スタッフに。たくみさんが全部動画編集してくれてるんで、吉村さんも YouTube チャンネル登録してください。で、動画っていうのをクリックすると、全動画、過去の全動画が残ってるから。それでタイトル見て、あ、この日だとか、引き寄せはこう、あ、引き寄せってタイトルあるわとかで、好きなを検索してみてよ。うん、バーガープレゼントありがとう。あと7分で家出ようか。あと7分トークして。ちょうどチケット切れるから、ここで。あと6分トークするわ。YouTube 登録ありがとう。そうね、動画っていうのをクリックすると、全部の動画出てくるから。そう。あとね、YouTube にね、みんなコメント書いてほしいね。YouTube はコメント書くと、SEO 対策で上の方に行くんですよ。そう。配信見たらね、一言感想書いてもらいたい。一言でいいから。YouTube の解説分かりやすかった。トマベチ式はややこしい。トマベチヒデトの解説とかもね、すごい面白いけど、トマベチヒデト200万で売ってる動画とかも全部見せてもらったことあるから、結構勉強してたよ。2、3年前じゃない、もう6年ぐらい前か。トマベチヒデトのね、ホメオスタシスとか、甲状腺維持機能とか、ハイパーラポール、ラポール現象とは何かとか、それを仏教に踏まえてやったり、成功、方式とかやってんだけど、TPI プログラムっていうオリジナルプログラム、ルータイスっていう人が作った TPI プログラムを自分で、OEM で買ってるんだよね。いいねとコメントがやっぱ重要ですよ。コメント、一言で全然、もう新しいリスナーガンガン入ってくるから。トマベチヒデトの言うこと、俺はもともとトマベチヒデトさんが、参考にしてた、もうすごい社会学者がいるんですよ。仏教の、トマベチヒデトの仏教理論って実は小室直樹っていう宮台真嗣の師匠なんだけど、宮台真嗣は最後の弟子なんだけど、その人の本読んでたから分かりやすかった。うん。仏教のね、空論とかはね、全部ね、小室直樹から継承してるんですよ。だから仏教理論はね、トマベチが元ネタの本を知ってる、読んでるから。トマベチヒデトが仏教を語るときよく数学の点と一緒だっていうの。それ聞いたことあるでしょ？トマベチヒデト好きな人なら、仏教の空は数学の点だって。その理論って実はトマベチヒデトが作った理論じゃなくて、小室直樹が指定してるの。点だっていうの。もう何年ぐらい前、だいぶ前だけどね。もう、死んじゃった。男子師匠がこの人天才だって言ってた社会学者。ノーベル賞を2個3個取ってもおかしくないっていうぐらいの業績を残してんの。例えば10年ぐらい前にソ連の崩壊を予言してたりとか本で。でもとんでも学者扱いされてたの。アル中でもろれつが回ってなくて変な喋り方する。ちょっと面白おかしい学者みたいにされてたんだけど、大天才。橋爪大三郎とかも弟子だよ。橋爪大三郎とか宮台真嗣っていうのが分かるっていうのはもう、その二人が分かるっていう人はもう和道リスナーだよね。社会学者の名前出してね、普通の枠だったら誰それってなるからね。分かる？宮台真嗣とか小室直樹とか分かる？ついてこれる？コメント止まったな。分かってねえな。うん、いい。初耳だ。うん、まあまあ、俺の放送で聞いてたらね、カバーできるから。咀嚼して、俺が分かりやすく解説するから別に、追っかけなくてもいいだろうけど。
お泊まりする気満々だね。お泊まりセット持ってきたの。まあ仏教って専門用語が多すぎるんだよ、簡単に言うと。だけど実はすごくシンプルなの。図解にするとブッダが言ったことってめちゃめちゃシンプルなのよ。ですごく的を得てるの。だから面白いのは世界三大宗教でしょ、仏教って。で、あの、まあ、仏教の波形ではあるんだけど、大元の本当の仏教では戦争を起こした試しがないんだよ。こんなことありえないの。イスラム教とかキリスト教とかユダヤ教って戦争の歴史なんだよ。仏教で戦争起こしたってあんま聞かないでしょ。だから日本でも本当は仏教と戦争起こしてるんだけど、教科書に載らないんだよね。例えばその織田信長ってさ、もう仏教徒を焼き討ちしてんのよ。寺とか破壊してんのよ。それがなんで起こったのかとかも解説全然できるよ。抜けれなくなりません、言語学者の説明。抜けれなくなりませんってなんだろう。ちなみに言うと、トマベジヒデトは言語学者じゃないでしょ。あれは脳機能学者でしょ。小室直樹のすごいところは社会学者を名乗ってるんだけど、物理学とか数学とかもマスターしてんのよ。で、経済学とかもう途方もない膨大な知識をもうトップレベルでマスターしてて、特に経済学とかは、もうすごい人たちから学んでるの。だから、もうおかしいんだよね、キャリアが。おー、グルさんいらっしゃい。どうもどうも。今から外配信行くんで。じゃあ皆さん外配信行きますね。一緒に新宿行きましょう。プラプラしましょう。今度は身軽に行きなよ。バッグこんな持ってったらあれだから。外配信しまーす。取り寄せでーす。取り寄せ。また来てね。リナ猫ありがとうね。嬉しかったよ。来てくれて。ありがとう。また来て。俺見に行くから。応援してるよ。頑張って。取り寄つ。取り寄つです。どんだん焼きもちモードって言われて。もうだんだんみんなのんたんのキャラ分かってきた。本当はハイパー焼きもち焼きだから年中もち焼いてるから。焼くんだよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。